ヨーロッパにおけるスウェーデンの位置、1942年スウェーデンナチスドイツドイツの占領地ドイツの同盟国、海儡国連合国及び連合国の占領地、その他の中立国、第二次世界大戦下のスウェーデンは中立政策を維持していた。1939年9月1日に第二次世界大戦が勃発した時、スウェーデンの命運は明らかではなかった。しかし、 スカンジナビア半島に位置するという地政学的条件と予測不能な事態への現実的な対応、そして1942年以降の積極的な軍備増強により、スウェーデンは戦時中、公式に中立の立場を維持し続けたのである。戦争勃発時、スウェーデンは1814年のナポレオン戦争の終結とノルウェーへの侵攻以来、一世紀以上にわたり、 国際関係において中立的な立場を保っていた。1939年9月の開戦時、ヨーロッパの20カ国が中立の立場をとっていたが、スウェーデンのように終戦まで中立を保つことができたのはアイルランド、ポルトガル、スペイン、スイス、そしてミニ国家であるアンドラ、リヒテンシュタイン、バチカン四国、サンマリノを加えた8カ国だけだった。 スウェーデン政府はドイツや後には西側連合国に有利なようにいくつかの情報をし、時には中立違反を行うこともあった。ドイツがソ連に侵攻した際の1941年6月から7月にかけてスウェーデンはドイツ国防軍がスウェーデンの鉄道を利用して第163不評手段を重火器と共にノルウェーからフィンランドに送ることを許可した。 1943年まで休暇のためにノルウェーとドイツの間を移動するドイツ兵がいわゆるパーミットトラフィックとしてスウェーデンを通過することが許可されていた。戦時中もドイツへの鉄鉱石の売却は続いた。連合国側にとってもスウェーデンと軍事情報を共有、デンマークやノルウェーからの難民兵士を訓練して母国の解放に役立てた。また、 1944年から1945年にかけて連合国がスウェーデンの空軍基地を使用することを許可した。スウェーデンの中立政策については現在も議論の対象となっている。皇帝側は戦時中スウェーデンは難民受け入れを緩和しノルウェーやデンマークから何千人ものユダヤ人や政治的反対制派を受け入れたと主張している。一方で否定側は ウィンストン・チャーチルが言ったように、スウェーデンが戦争の大きな道義的側面を無視し、自己利益のために双方の陣営を翻弄したと強調している。1523年から1809年に、スウェーデンがロシアと最後の戦争をするに至るまでの286年のうち67年の間、両国は戦争状態だった。歴史的にスウェーデンにとってロシアは、 大を継いだ的国とみなされていた。1809年の第二次ロシアスウェーデン戦争後の講和でフィンランド全土がロシアに割上され、スウェーデンの領土はかつての3分の2に縮小した。19世紀末から20世紀初頭にかけて、スウェーデンは多くの他国同様にストライキや治安の悪化に見舞われた。劣悪な労働条件に対し、労働者階級が 国家に抵抗するようになったのだ。スウェーデンでは1908年だけでも約300件のストライキが行われている。1917年になるとスウェーデンではこれらの事情から新しい政治体制の必要性が明らかになった。スウェーデンは第一次世界大戦中中立を保っていたが中央同盟国に肩入れする傾向があった。1880年代以降、 スウェーデンの社会主義運動は、二つの対立する党派に分かれていた。社会主義革命を掲げる共産主義運動と、社会改良主義を掲げる社会民主主義運動であり、後者の規模の方が大きかった。1917年、スウェーデンでは民主主義のルールが変更され、選挙権所持者の規模が大きくなり、1921年には女性にも投票権が与えられた。 大レン銃撃事件、軍が発砲する前に撮影されたデモの写真しかし、このような改革は一部の保守派には過激すぎると映った。民主主義を信用せず、強力なリーダーシップを求めた人々が存在した。1920年代から1930年代にかけてスウェーデンでは、労使間の対立が続いた。対立は、1931年。 軍が抗議デモに発砲したオーダレン銃撃事件で最高潮に達した。同年には約2000人を集め下記で武装した右翼の秘密民兵組織ムンクスカ高連が摘発され、翌年には解散している。一方、政治的立場の反対側では、ロシア帝国はロシア内戦を経てソ連となり、スウェーデンの共産主義者の多くが世界革命の実現を目指して、 ソ連新体制の協力者となった。妥協に基づく、員内閣制は、より平等で公正な社会を実現する上で障害で、あると考えられていた。1932年には、ペール・アルビンソンを首相とする社会、民主労働党の新政権が発足した。協調と合意の政策が取られたことにより、共産主義と改良主義という二つの社会主義党派間の対立は、 さらに激しくなった。双方の距離は少なくともイデオロギーの次元では共産主義者が社会民主主義者を社会主義ファシスと呼ばわりするに至った。ペール・アルビンソンは1936年6月19日から9月28日までの休暇政府と呼ばれる期間を除き1946年に没するまでスウェーデンの首相を務めた。戦艦期のスウェーデンは ほとんど戦車を保有していなかった。一時期は重量のストリッツバ軍 MF-21 が飛行部隊のすべての装備であった。これは第一次世界大戦時のドイツ軍戦車をベースに設計されたもので、スウェーデンがトラクターの組み立て部品として密かに購入していたものである。1936年の国防決議で2つの戦車大隊の編成が決定された。 1937年に陸軍調達の責任者であったファレ・ベルマンは次のように述べている。そのためには彼らの主要兵器である戦車を購入する必要があった。もし単に戦車砲付きの戦車を選んだとしたら我々はせいぜい15から20両程度しか確保できないことは早い段階で判明していた。国防決議大替レベルの訓練を可能とするために 機関銃を装備した軽戦車も購入された。1939年のスウェーデンは機関銃を装備したチェコスロバキア製の戦車を48両、20mm 手砲を装備したストリッツバグエス6 0戦車を約20両保有していた。1890年代からスウェーデン軍は4個師団で編成されており、独立した部隊として 北部のノールランドとゴットランドに連帯が置かれていた。これは時代遅れであり、1942年には新たな軍編成が採用された。第二次世界大戦中、イギリスが北海を封鎖していたため、スウェーデンの産業界はより多くの自国製品を供給しなければならなかった一方で、大幅に増加した軍需を満たさなければならなかった。戦前の軍需品の年間生産額は、 数千万スウェーデンクローナ程度だったが、戦時中は10億スウェーデンクローナを超えた。1930年代、スウェーデンの長年の中立政策が幾度となく、試練にさらされた。朝鮮は強力に活性化された民族主義的なドイツからのものであった。1919年から1935年まで、スウェーデンは国際連盟の積極的な支持者であり、国際部隊における スウェーデンの政治的リソースのほとんどは国際連盟の維持に向けられていた。この時期のスウェーデンの非同盟政策はバルト海を挟んでドイツとソ連という二つの対立する大国が存在するという前提で成り立っていた。なぜなら二つの大国は互いに警戒する必要があるためスウェーデンやその他の非同盟国に対しては小規模な戦力しか展開できないだろうと見られていた。 小国の防衛を現実しできたのはこの前提であった。しかし、1939年8月末に、ナチスドイツとソ連の間で締結された独ソ不可侵条約によって、この前提は崩れた。1936年、国際情勢の悪化に伴い、スウェーデン政府は軍事的な備えを強化し始めた。スウェーデンの国防予算は、 1936年の3700万米ドルから1937年に5000万ドル、1938年に5860万ドル、そして1939年には5倍以上の3億2230万ドルに達し、第二次世界大戦中の1942年には5億2760万ドルの国防予算が計上された。スウェーデン政府は、 国防力を強化するために必要な資材の購入と並行して徴兵制を導入した。1938年5月6日、政府は15歳の者をすべて召集し、短期間の訓練を受けさせたのである。さらに、スウェーデンの内閣は、1938年に徴兵されたうち4分の1の人員を、さらなる訓練のため確保するよう命じた。 1940年にはスウェーデン強度防衛隊が創設された。元兵士の小グループから成り立つ部隊は、小銃、機関銃、弾薬、医薬品、制服工場備しており、接中戦に備えたスキー板やスーター、抗軍用ブーツなどの追加装備を購入することも可能だった。スウェーデン女性自死防衛協会は1924年から存在していた。 守りを固める一方で、スウェーデンは中立政策の貫徹を明確にする必要があると考えていた。第二次世界大戦の開戦直前、ペール・アルビン・ハンソン首相はこのように宣言した。我々はすべての他国と友好関係を保ち、隣国と深く結びついており、いかなる国も我々の敵とはみなしていない。我が国民には他国への攻撃という考えはなく、 他国が我々の平和、自由、独立を妨げることを望まないという保証に、我々は留意し、感謝の念を抱いている。我々の国防準備の強化は、我が国を他国の間で勃発する、可能性のある、紛争の外に置き、そのような紛争の間、我が国民の生存を守るという我々の固い決意を明確にするためのものである。ペール・アルビン・ハンソン。 1939年9月1日参謀本部の大尉であるゲオルグホーミンは次のように述べている。国防力がなければ、我々は独自の政策を取ることができず、我々の宣言は単なる空虚な言葉となり、国家の運命を偶然や他者の決定に委ねることになる。スウェーデンの状況が許す限りの強力な国防力によって、我々は自らのために独立した。 スウェーデンの政策を継続する基盤を確保するのである。ゲオルグホーミンペール、アルビン・ハンソン首相は1939年9月1日にスウェーデンの中立を宣言した。1939年9月、ドイツがポーランドに侵攻し、フランスとイギリスがナチスドイツに宣戦線復刻した時、スウェーデンはこの事態に対して中立を宣言した。例えば、連合国側が スウェーデンの港に到着したポーランドの潜水艦の解放を求めたが失敗に終わり抑留された。戦闘による損傷の修理が必要でドイツの封鎖を破ってイギリスに向かうことは不可能だった。1939年11月フィンランドとソ連との間で冬戦争が勃発するとスウェーデンはこの戦争に関して飛行船状態であることを宣言したが 積極的にフィンランドに加勢した。これにより、スウェーデンはフィンランドを経済的にも、軍事的にも支援することになった。また、ソ連の潜水艦がボスニア湾に侵入するのを阻止するため、スウェーデンとフィンランドは共同で、オーランド海に嫌いを伏設した。第二次世界大戦中、スウェーデンは直接攻撃を受けることはなかった。しかし、イギリスとドイツの海軍による封鎖や、 ストレングニースのように、ソ連による偶発的な爆撃を受けた都市があり、食料や燃料の供給に問題が生じた。1940年4月にドイツがデンマークとノルウェーに侵攻した際には、ドイツによる北海の封鎖と相まってすべての航海と積み荷に関して、イギリスとドイツ両国の当局と交渉しなければならず、貿易量が激減した。 1938年から1944年の間にスウェーデンの石油と石炭の輸入量はそれぞれ88%と53%減少し、その他にも天然ゴム、合金、食料などが足らず深刻なもの不足に陥った。このような状況からスウェーデンでは燃料や食料の大規模な配給が行われ代替品の開発、生産が進められた。 自動車の燃料として気ガスが,が重油の代用としてオイルシェールが使用された。ガイバイキング、ボールベアリング貿易の封鎖突破戦として用いられた高速船の一つ戦争が始まるとスウェーデンとイギリス、ナチスドイツ両国との間で重要な貿易を維持する目的の協定が結ばれた。しかしスウェーデンは中立を宣言していたにもかかわらずスウェーデンの海軍は攻撃を受けた。 スウェーデンの対英貿易は合計で70%も減少した。北海が封鎖されている状況の中でドイツとの貿易が増え、スウェーデンの輸出品の37%がドイツに向けられた。イギリスの航空機産業向けの SKF 製のボールベアリングなどの非常に重要な貨物についてはドイツが封鎖しているノルウェーとデンマーク北端の間に位置するスカゲラク海峡を 冬の暗闇の中、高速で突破するために、軌道法廷を改造した、封鎖突破船によって輸送された。開戦前、スウェーデン国防省は、セバスキー P-35 や P-66、ヴァンガードを中心とした約300機の戦闘機をアメリカに発注していた。しかし、1940年にアメリカ政府はこれらの輸出を停止した。 それまでに納入されたのは60機程度であった。その後、スウェーデンは当時、ファシズム体制を敷くドイツの同盟国であった、イタリアから200機の航空機を購入することに成功した。これらの航空機の機種は、主として、フィアット CR-42、レジアーネリ -2000、カプロニ -CA-313 であった。国内政治への影響1939年11月、 フィンランドとソ連の間で戦争が勃発した。スウェーデンでは自由党、保守党、農民同盟がソ連からの脅威を懸念しており、社会民主労働党も同様の懸念を抱いていた。リカード・サンドラーやトルステン・ニルソンといった有力な社会、民主労働党員はフィンランドへの支持を集める上で重要な役割を果たした。共産党は公然とソ連に忠誠を誓っており、 独祖不可侵条約を支持していた。しかし、1941年6月にドイツがソ連に侵攻すると彼らは連合国側の立場に転じた。フィンランドの防衛1939年11月にソ連がフィンランドを攻撃した際、多くのスウェーデン人が人道的、軍事的な観点からこの紛争に何らかの形で関与することを望んだ。 スウェーデンがフィンランドに関心を抱いた背景には、スウェーデンが1809年に東部地域の支配権を失うまで、フィンランドが600人以上にわたって、スウェーデンの一部として統合されてきたという事実があった。フィンランド政府が数度にわたって嘆願したにもかかわらず、スウェーデン政府は冬戦争で進撃してきた赤軍との軍事的な関わりを拒んだ。しかし、スウェーデンは、 中立ではなく飛行船状態にあることを宣言し8000人ものスウェーデン人が義勇兵として自発的にフィンランドに出兵した。またスウェーデン政府と国民はこの紛争でフィンランド人を助けるために食料、衣類、医薬品、武器、弾薬を送った。この軍事援助には次のようなものが含まれた。当時スウェーデンの最新鋭戦闘機だった12機の グロスターグラディエーターがフィンランドの識別賞をつけたスウェーデンの義勇パイロットによって操縦された。これらの航空機は当時のスウェーデンの戦闘機部隊の3分の1を占めていた。また、1940年代のスウェーデンは安全を求めて疎開してきた7万人のフィンランドの子供たちを受け入れた。連合軍による進行の可能性物の支援はソ連占領下の ペザモを通過するルートは、取れず中立国であるノルウェーとスウェーデンを自由に通行できることが前提となっていた。ドイツの産業はスウェーデンの鉄鉱石に大きく依存していた。連合国側は九百三十九年十一月のソ連によるフィンランド攻撃を口実として、スウェーデン北部の重要な鉄鉱石膏床と鉄鉱石をドイツに輸送するために必要なノルウェーの 港を奪うつもりだった。計画では、表向きはフィンランドを援助するためとして、ノルウェーとスウェーデンの許可を受け、ノルウェー北部とスウェーデンを経由して、フィンランドに遠征軍を送ることになっていた。しかし、一度フィンランドに到着した後、港や鉄鉱石の採掘場を抑え、イエブレやドレオなどの都市を占領して、ドイツがスウェーデンの鉄鉱石を入手できないようにする。 計画だった。このようにして、ノルウェーとスウェーデンは何も知らされずに共犯関係を築くことになったはずだった。しかし、この危険性を察知していたスウェーデンとノルウェーは、連合国、またはドイツに占領され、自分たちの領土で戦争が行われる可能性がある、ことから、この提案を拒否した。一方、連合国の脅威を疑っていたドイツ軍は、 戦略的な供給線を守るために独自にノルウェーへの進行計画を立案していた。1940年2月16日に起こったアルトマルク号事件を受けて連合国がノルウェーへの中立を尊重しないことを確信したヒトラーは進行計画を指示した。フィンランドへの援助を軍の進駐の口実にするという当初の連合軍の計画はスカンジナビア諸国が 連合軍の進中に難色を示したため、頓んざしたが、1940年3月12日、連合軍は、反平和的な進行を試みることを決定したので、ある。軍隊をノルウェーに上陸させ、スウェーデンに進んで、スウェーデンの鉄鋼石鋼山を占領する予定だった。しかし、深刻な軍事的抵抗を受けた場合、この拠点には触れないことになっていた。しかし、 3月12日にフィンランドが講和を求めてきたため、この計画も断念せざるを得なくなった。ドイツ軍は、連合軍の輸送部隊が準備をしていることを示す。無線を傍受していたので、連合軍の意図の一部は察知していた。その数日後には、連合国が計画を放棄し、軍を再配置することを確認するメッセージも、傍受していた。ドイツのノルウェー進行計画は継続していたが、 ヒトラーは連合国が独自に進攻を行うことを恐れていた。ドイツがノルウェーを攻撃するベーザー演習作戦の実施日として4月9日が設定された。ヒトラーは連合軍の意図を正確に理解していた。連合軍の計画はウィルフレット作戦と R4 計画の2つに分かれていた。ウィルフレット作戦は4月5日に実施される予定で、 ノルウェーの中立を破り、ノルウェー領海に嫌いを敷設する予定だった。そうすれば、ドイツに鉄鉱石を運搬する船は、ノルウェーの領海外に出なければならなくなり、イギリス海軍の標的となることを意味し、ドイツの軍事反応を引き起こすことが期待されていた。ドイツ軍が反応すると同時に、R4 計画に移行、18000人の連合軍がナルビクに上陸し、 スウェーデンとの鉄道網を封鎖することになっていた。その他にトロンハイムやベルゲンなどの都市の占領を望んでいた。連合軍を乗せた最初の船は機雷が付設されてから数時間後に出発することになっていた。4月8日、ウィリフレット作戦の一環として、巡洋戦艦レナウン率いるイギリス海軍の文献隊がノルウェーの領海で機雷を付設したが、ドイツ軍はすでに出撃しており、 すぐに R4 計画は中止された。第二次世界大戦中のスウェーデンの兵士1940年4月9日、ドイツはデンマークとノルウェーを同時に占領し、ノルウェーでクーデターを起こすことを目的にベーザー演習作戦を開始した。この作戦によってスウェーデンにいくつかの重大な影響が及んだ。スウェーデンは事実上、西欧諸国との貿易から切り離されたため、 体力関係への依存度が高まり、最終的にパーミットトラフィックの設定に至ることになった。しかし、スウェーデンが数軸国と連合国の間の戦場になるという直接的なリスクも軽減された。1940年4月9日にドイツがデンマークとノルウェーに侵攻した時、フィンランドでの冬戦争が終わったため、スウェーデン北部のフィンランド国境沿いに配置されていた10万人の スウェーデン兵の復員が始まっていた。演習作戦が始まる前、スウェーデンはノルウェーを防衛する計画もなければ、ノルウェー方面からのドイツの侵攻に対する防衛戦略もなかった。さらに、1905年のノルウェーとスウェーデンの連合解消時の合意で、国境沿いの要塞化を認めないことになっていた。ドイツの侵攻が進む中、ドイツがスウェーデンに、 軍事動員を行わないことを要求した。しかし、スウェーデンは動員体制を再編成し、交付の代わりに手紙による個人命令を可能とし、数週間で32万人の兵員を集めることができたのである。この体制は組織と呼ばれ、実現すれば総動員とほとんど変わらなかった。また、スウェーデンはノルウェー国境とスコーネの海岸に要塞の建設を開始した。 ノルウェーに侵攻したドイツは、ドイツとノルウェーを結ぶスウェーデンの電話、電信線へのアクセスを要求した。スウェーデンはこれを認めたが、回線を盗聴していた。1940年初夏、スウェーデンの数学者、アルネバーリングが、ドイツが使用していた暗号機ゲハイムシュライバーのソースコードの解読、発見に成功し、スウェーデンはドイツの軍事的意図を事前に知ることができた。 イギリスの R4 計画は実行できなかったが、連合軍はノルウェーに送られ、ドイツの侵略に対し、ノルウェー人と共に戦うことができた。しかし、ナチスドイツのフランス侵攻の成功とネーデルラントの占領により、イギリス軍の再配置が行われ、1940年6月8日までに、イギリス軍はノルウェーから撤退した。エスペン、エダムは、著書ブラドスパレートの中で、 アドルフ・ヒトラーの命を受けて、ナチス・ドイツが30の40両の密閉式客車を乗せた3両の列車をスウェーデン経由で、なるべくの戦いに送り込んだことを衝述している。表向き、これらの列車は、なるべくで負傷したドイツ兵のために、医療関係者や食料を輸送したことになっている。しかし、実際には、医師や、軍務員1人につき、17人の兵士がいたという。 スウェーデンはベルリンのスウェーデン代表から列車に乗り込むのを見たと報告を受けており、この列車が兵員輸送に使われていることを察知していた。また、列車は重砲、対空砲、弾薬、通信及び補給装置を輸送した。1941年初かバルバロッサ作戦のコードネームの下、ドイツ軍によるソ連侵攻が始まると、ドイツ軍はスウェーデンに対し、 エルヴィン・エンゲルブレヒト将軍指揮下の第163不評師団とその兵装を列車でスウェーデン領内を経由してノルウェーからフィンランド東部の戦線まで送ることを許可するよう求めた。スウェーデン政府はこれを許可した。スウェーデンではこれをめぐる政治的審議を指して下死の危機と呼んでいる。しかしカール・グスタフ・スコットの研究によれば危機は存在しなかったといい。 彼は危機のある者は社会民主労働党とその指導者ペール・アルビンソンの政治的遺産を守るため創作された歴史的な後知恵であると主張している。1942年後半から1943年にかけてドイツは第2次エル・アラメインの戦い、スターリングラード攻防戦などで敗北、軍事的な形成は逆転し、 連合軍が戦場で勝利を収めるようになると、ドイツはより防衛的な立場に追い込まれていった。次第に、スウェーデンの目からも、ドイツが戦争に勝利する見込みが薄いことが明らかになっていった。1943年以前は、スウェーデンの中立政策は主にドイツの厳重な監視下にあった。しかし、1943年8月から9月にかけて、スウェーデンは、 ドイツの要求に抵抗し、連合国の圧力に対して、姿勢を軟化させるようになっていった。しかし、ドイツが新たな防衛体制に入ったにもかかわらず、想定外のことが起こるのではないかとスウェーデンは常に恐れており、その姿勢は戦争末期まで続いた。ドイツの弱体化に伴い、連合国からの要求も強まっていった。連合国側は、スウェーデンがドイツとの貿易や、 ドイツ軍によるスウェーデン国内の移動を停止することを求めた。スウェーデンは連合国からドイツとの貿易をなくすことで生じる収入源を補うための援助を受け入れた。しかし、ナチスドイツに鉄鋼や機械部品を通常より高額な価格で闇販売し続けていた。第二次世界大戦中にノルウェーの軍学校が置かれた。 メルソーカー乗船時中、5万人以上のノルウェー人がスウェーデンに逃れた。これらの難民は、スモーランド地方のオレリードとセーデルマンランド地方のケセッターの収容所に送られた。1943年の夏以降、スウェーデン政府とロンドンのノルウェー亡命政府の協力のもと、スウェーデンでノルウェー軍の軍事訓練が行われるようになった。ナチスドイツからの抗議を防ぐため、 表向きは、ノルウェー警察を対象とした訓練とされた。当初、新兵は、不評用の武器しか持っていなかったが、後に大砲を用いた訓練も、可能になった。1944年12月には、ダーラナ、1945年春には、ヘルシングランドで、軍事演習が行われた。この演習には8000人が参加した。訓練を受けた兵士は全部で、 1> 約1万5000人に及び10個の大隊に編成され、終戦時にはそのうちの8個大隊約1万3500人が活動可能な状態になっていた。彼らは1945年5月8日にノルウェーに帰国した。デンマーク人難民の数は5万人に及んだノルウェー人難民に比べはるかに少なかったが、約3600人のデンマーク人旅団の訓練も行われ、 彼らは1945年5月5日に、デンマークに移送された。ドイツの V2 ロケット1944年6月13日、ペーネミュンデから発射されたドイツ軍の V2 ロケットは、ドイツ占領下デンマークのボーンホルム島沖に落下する、はずだったが、管制官によって積乱雲の中に突入、飛行したことが確認された後、スウェーデンに墜落した。 この V-89 には重力推進式誘導弾フリッツ X と誘導爆弾ヘンシェル HS293 の誘導に用いられた同じ FAC203-230 ペアの発展型として開発された FAC230 シュトラースブルク無線受信機が搭載されており通常は遠隔地に置かれた FAC203 ケールのジョイスティック付き無線送信機から指令を受けていたが この組み合わせはバッサーファル対空ミサイルにも使用される予定だった。地上管制官にはロケットが高い雲の中に消えるまで問題なく操縦されているように見えた。後に捕虜となったドイツ人はこの管制官は航空機からのグライダー爆弾の操縦に長けていたがロケット発射の光景を目の当たりにして驚きのあまりコントロールレバーを誤って操作してしまったとイギリス人に述べた。 ペーネミュンでの誘導制御の専門家だったエルンスト・シュタインホフは興奮した操縦士が計画された地球の時点などの一連の補正を指示された方法の逆に適用してしまったと説明している。その後、ロケットはベッケボウ群群の上空約1500メートルで部位にの一般的な誤作動だった映画により爆発したが、下は主として農場になっており負傷者はなかった。 スウェーデン人は貴重な残骸をスーパーマリンスピットファイアと交換する形でイギリスに提供した。1944年7月31日、イギリスのハンプシャー州ファーンボロにあるロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントの専門家がミサイルの復元に着手した。その後、アメリカ軍の科学者はイギリスが回収した部品の一部を受け取った。アメリカのロケット開発者であるロバート・ゴダードは アメリカ軍への協力の一環として、それらの部品を調査し、ゴダードは自分の発案が兵器になったことを推測したと言われている。戦前、何千人ものヨーロッパのユダヤ人がスウェーデンに一時的な避難を求めたが、拒否された。スウェーデンはドイツ人がその他の国に自由に往来することを可能とし、ナチスの戦争遂行に不可欠な鉄鉱石を販売していた。 戦局が連合国側に有利に傾くと、スウェーデンはそれまでスウェーデンへの避難を拒否されていた不安定な立場のヨーロッパのユダヤ人を援助する戦略に変えた。スウェーデンが初めてユダヤ人に対する姿勢が変えたのは1942年のことである。ドイツ軍がノルウェーのユダヤ人に対する迫害作戦を開始した時、 スウェーデン政府は900人のユダヤ人難民を受け入れた。1943年、スウェーデンは戦争からの避難を求めていたデンマークのキリスト教と9000人とともに、デンマークに8000人いたユダヤ人のほぼ全員を受け入れた。1943年夏、デンマーク政府の解散に伴い、ドイツ当局はデンマークのユダヤ人を強制収容所に送ることを決定した。 しかし、デンマーク人は450人を除いた、デンマークのユダヤ人をフェリーで送り出し、ドイツの S ボートが巡回していたコペンハーゲンとスウェーデン本土の間の海峡を経て、前例のない救出活動に成功した。スウェーデンに入ったデンマークのユダヤ人たちは、亡命を認められ、スウェーデン人家庭に引き取られた。戦後も多くのユダヤ人がスウェーデンに残留した。また、スウェーデンは、 フィンランドやノルウェーからも難民を受け入れ、その中にはノルウェーのユダヤ人も含まれていた。これらのことは、スウェーデン国内のユダヤ人の保護と同様、スウェーデンの中立政策によって可能になったことだった。スウェーデンの日刊誌、スベンスカ・ダーグブラーデットは、どの他国よりもスウェーデンはユダヤ人を援助し、救出したと述べている。また、スウェーデンの中立政策によって、 ドイツに物理的にアクセスすることを可能となり、それはスウェーデンの情報機関だけでなく、連合国側の情報機関にとっても有益であった。アセア、エルエムエリクソン、スウェディッシュマッチの従業員は、ポーランドのレジスタンスのために運び屋として活動した。スウェーデンのグスタフ五世国王は、ドイツの指導者たちとの外交関係を利用して、ユダヤ人を より人道的に扱うように説得を試みたが、ほとんど効果がなかったことが、彼の手紙からも伺える。スウェーデン王室の遠籍であるホルケ、ベルナドット伯爵は他の外交官と同様に、ドイツ政府と連絡を取り、情報をスウェーデンに伝えていた。また、彼は1万5千人の囚人を強制収容所から救うことにも貢献し、バルデマール・ラングレや有名な外交官、 ラウル・ワレンバーグと同様に10万人ものハンガリーのユダヤ人を救ったと言われている。多くのスウェーデンの貴族たちは、その人脈や富を用いて、デンマークやフィンランドを中心とした近隣諸国の子供たちを受け入れ、スウェーデンにおける一時的な住居を探していた。ナチスドイツ政権下で、ストックホルム駐在のドイツ公使館一等書記官を務めていたベルナー・ダンクボートは、 ユダヤ人の子供たちが木箱に入って、ドイツからスウェーデンに脱出することを密かに手助けした。スウェーデンの虎は、スウェーデン人にスパイに注意することを呼びかけた第二次、世界大戦中の有名なポスターである。スベンスクはスウェーデン語とスウェーデン人双方の意味を持つ、言葉で、タイガーは虎と沈黙両方の意味を持ち、このポスターに、スウェーデンの虎とスウェーデン人の沈黙という二重の意味を持たせた。 アメリカにおける口が軽いと船が沈むと同義のスローガンである。虎の島柄はスウェーデンのナショナルカラーである。スウェーデンの世論がスウェーデンの新聞に広く掲載された結果、ドイツ政府から度重なる抗議を受け、スウェーデン政府は限り報道の一部に限定的な検閲を行うことになった。この時代のスウェーデンではスウェーデンの報道は自由であるという現代の主張とは裏腹に、 報道機関は複数の機関の管理下に置かれていた。スウェーデン政府情報局はどのような軍事情報を公開し、どのような情報を取得すべきかを決定していた。スウェーデン報道評議会は報道機関と公的機関との間の良好な関係を促進し、報道機関の自己規律の手段として機能するという自己、検閲機関としての役割を果たしていた。 スウェーデン報道評議会は報道の自由を乱用していると考えられるものに対して公開、非公開を問わない警告を発していた。スウェーデン政府は報道機関が声高に意見を述べるようになることでその中立性が損なわれるのではないかと懸念していた。スウェーデンの報道評議会と情報局は次のような助言を発している。入手した情報が許す限り、 一方を犠牲にして、他方の報告を強調することのないようにすべきである。また、掲示板であれ、新聞であれ、見出しはいずれか一方に有利にならないような表現にすべきである。そして、論説や外説、軍事的事件や状況を論じた記事は、厳格に客観的でなければならない。としている。第二次世界大戦中、六史の新聞が事実上、流通を停止された。 トゥーレネルマンのトロッツアルト。ナチスの出版物であるスベリーエフリットとヌーダーグ、アルベター・トゥーニュゲン、ノルフェンス・フラマン、シーズベンスカ・クーリレンである。新聞印刷の権利はスウェーデン憲法で保護されているため、これらの新聞の流通が停止された。共産党の機関紙に課せられた禁止措置はドイツ人を関心させることにより、 その政治的目的を果たしたが、同時に実際にはメディアの活動を制限していないという指摘があった。第二次世界大戦中、スウェーデンがドイツに行った最も重要な情報はドイツの軍需産業に使うための鉄鉱石を年間1000万トンも輸出したことである。ドイツの戦争準備が明らかになり、再び戦争が起こる危険性とともに、 スウェーデンの鉄鉱石に対する国際的な関心が高まった。当時、イギリスの情報機関は、ドイツの産業はスウェーデンの鉄鉱石に大きく依存しており、スウェーデンの鉱石の輸出が減ったり止まったりすれば、ドイツの軍事力に惨めな影響を与えると推測していた。イギリスの国会議員であったラルフ・グリン卿は、スウェーデンが鉄鉱石の輸出を停止すれば、 数ヶ月以内に戦争が終結すると主張していた。ウィンストン・チャーチル自身も、スウェーデンの鉄鉱石の出荷を伴うノルウェーの貿易ルートについて議論した内閣への内部メモの中で、スウェーデンの鉱石輸出について、次のように述べている。ドイツにとって、スウェーデンの鉄鉱石の十分な供給が不可欠である、ことを理解しなければならない。ドイツへのノルウェーの鉄鉱石の供給を効果的に、 止めることは、この戦争の主要な攻撃作戦に位置づけられる。戦争の浪費と破壊をなくし、かつ、主力軍の戦闘に伴う大量殺戮を防ぐ、可能性を十分に与える、その他の手段は、これから何ヶ月も我々に開かれていない。イギリスが、ナチスドイツによるフランスとノルウェーへの侵攻を、防げなかったことを考えると、スウェーデン政府はイギリスが自分たちを守ってくれるとは、 考えられず、輸出の継続を選択したのである。鉄鉱石と引き換えに、ドイツは待望の金地金、食料、石炭を提供した。鉄鉱石は、ノルウェーのナルビクと、スウェーデン北部のルレオから、海上輸送された。これらの輸送は、大西洋や北海では、イギリスの航空機や潜水艦から、バルト海では、ソ連の潜水艦からの攻撃にさらされた。 戦時中、約70隻の船が沈没し、200人の船員が犠牲になった。ドイツがソ連と戦うための志願者の募集に応じて、約180人のスウェーデン人が、ドイツの武装新兵隊に入隊し、東部戦線でソ連軍と戦った。これは、スウェーデン政府の方針に反して、個々のスウェーデン人が選択したもので、その数は東部戦線に赴くことが奨励された。 ドイツの非占領国の国民に比べ少なかった。ノルウェーとデンマークの北端を結ぶスカゲラク海峡が封鎖されたことにより、スウェーデンの商船団は物理的に分断されてしまった。バルト海の中にいた船は、戦時中、ドイツと商品を取引していたが、それ以外の船は連合国側に貸し出され、輸送船団を組んでいた。 戦時中に死亡した1500人のスウェーデン人船員の多くが、嫌いや有望との攻撃によるものだった。ドイツの仮想巡洋艦も、同盟国のために貨物を運ぶスウェーデン船を停止させて捕獲、または破壊した。例えば、ドイツの仮想巡洋艦トールによって破壊された商船、トロレホルムとサー・アーネスト・カッセルがそうであった。また、同じトールは、ドイツに向けて、 貨物を運んでいった際、霧の中で誤ってイギリス戦ボスニアと衝突し沈没させた。その間、他のドイツの襲撃艦はスウェーデン商船を装っていた。スウェーデンは連合軍を援助するため努力した。1940年5月からバルト海の外にあったスウェーデンの商船団の大部分は合計約8000人の船員と共にイギリスに貸し出された。 300人のスウェーデン人がドイツの侵攻と戦うためにノルウェーに向かった。占領下のオスロへのドイツの電信はスウェーデンが貸し出したケーブルを経由しており、スウェーデン人はそれを傍受していた。やりとりはドイツのゲハイムシュライバーで暗号化されていたが、1940年初夏にスウェーデンの数学者アルネバーリングによって解読され、この情報活動の成果は、 ポーランドのレジスタンス運動を経由して連合国側に送られた。ドイツの戦艦ビスマルクが大西洋の輸送船団を攻撃するための航海に出航した時スウェーデンの情報機関はイギリスにそのことを通知した。またスウェーデンのビジネスマンや外交官もベルリンやドイツの占領地で積極的に連合国側のために情報活動を行っていた。 1945年、連合軍がデンマークとノルウェーの解放を計画した際、アメリカはスウェーデンにこの作戦への協力を求めた。スウェーデンはスカニアからシェラン島に侵攻するデンマーク救済作戦の準備を始めた。デンマークが解放された後、スウェーデンは連合国によるノルウェー侵攻を支援することになっていた。結局、この作戦は不要であることが判明したが、 1944年春から1945年までのノルウェー解放中、米軍機はスウェーデンの軍事基地の使用を許可され、連合国もスウェーデンの軍情報部と連携していた。スウェーデンは連合軍の情報員がエーランド島の基地からドイツの無線信号を傍受することを許可していた。マルメにはイギリス軍によるドイツへの爆撃を誘導するために、 無線ビーコンも設置されていた。さらに、1943年以降、ノルウェーとデンマークの兵士が、スウェーデンの軍事基地で訓練を受けていた。また、スウェーデンは、ノルウェーのレジスタンス活動のために、ノルウェー国境沿いに一連の訓練基地を設置していた。戦争末期には、スウェーデンの情報機関が、アメリカの航空輸送と連携して、 赤軍が解放した地域に対する救援活動を行った。第二次世界大戦中のイギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、戦争中、スウェーデンがナチスドイツに鉄鋼や機械部品を供給するなど、戦争のより大きな道義的側面を無視し、自己利益のために双方の陣営を翻弄したと非難した。しかし、このような主張における中立の定義は、 公選国と中立国の権利と義務を規定した1907年のハーグ条約における定義とは異なるものである。エイクシェイの収容所から連行されるバルト人とドイツ人の兵士たち。1946年1月、スウェーデンはスウェーデンの収容所に抑留されていた146人のバルト人の武装親衛隊員と2364人のドイツ兵をソ連に強制移送した。 少なくとも7人の抑留者が、ソビエト連邦で待ち受ける死につながる送還ではなく、リンカビー村の収容所における自殺を選んだ。1970年、映画監督のヨハン・ベルゲンストローレは、ソ連に引き渡された後、収容所で重労働を課せられたラトビア兵を題材とした、ドキュメンタリー、バルト人送還事件を制作した、ドイツのロケットスウェーデン語。ありがとうございます。